習慣ナチュラルガール殺すぞって話したの客の時間を止める芸人ってキャッチコピーだったんですけど、ディーナここからまで、はい、はい、いいっすよ、はい、いいですよ、はい、待ってんのか、ごめんごめん、俺の中区があれかと思って、なんかあれか、俺のこと待ってたんだ、俺ね、ごめんごめんごめん、俺ずっと練習してたのが待ってんの、両方でいつ急こう来たら、うん、行くよっていうので、いや、じゃあその合図は、合図にしましょう、ちょっと使いましょう、使います芸人のね、気の入れ方みたいな、いや使ってくれて回してたんだ、うん、で回してて、はい、行きましょう、はい、しますよ、うん、はい、はい、しましょうか、うん、はい、お願いします。矢沢永吉か、サトシという芸名で3回ライブに出たんですけど、出待ちの方に殺すぞって言われまして、やめた幸男です。まあ、だんだんこう日がついてて、もう本当に後輩芸人ちょっと、うん、お前っていう感じで、どんどんちょっと話、うん、まあ、ちょっと膨らまづらいかもしれない、うん、はい、どんどん行って、こっち向くときはこう思いっきりこっち向いて、はい、そうすると俺のこう後ろでもうだんだん安心しちゃってちょっとこっちおっかい後ろから出すみたいな、何やってるの、だから何よくないよ、やっぱりですね、やっぱね、それだけの人なんだから、ホテルさんの多いからね、ね、コンプレックスのもあって、ね、何やってんだよ、聞けよ、あんたが親玉だろ、こっち向いてやっぱり、そしたらこっちは僕は聞けよ、いやお前もいい加減にしろ、お前音でわかるだろ、音は後だってだからね、音バグを音の使い持ちの強やって、はい、お願いしますね、はい、いやーすみませんね、はい、いやいや、さすがです、さすがですね、まあまだまだありますから、次の挑戦しましょう、今もじゃありませんよ、はい、出てきますよ、はい、はい、行きます、はい、じゃーん、ちょこちょん、何、芸人がバイトなんかするな、が次の日、はい、これね、飲んでて、はい、バイト行かなくちゃいけないんで、ちょっと引き上げますよってなって、カチンと来て、後輩で、後輩が、はい、いい加減にしろよ、みんながバイトするなよみたいな、夜中の2時ぐらい、いや、そういうわけいかないですよ、で、そいつに説教して、なんなーって言って、こっちも酔っ払ってるんですよ、うん、で、私その当時アルバイトしてたのが、やってたんだ、私はしたい、人には言いますけど、私やってまして、それも、電車のラッシュの時に、あー、押す、そうしましたら、その芸人のやつが3日後ぐらいにバッと私の前に行きまして、こうやって押したら、ゆうきさんみたいな、それで私も何度も言えなくて、帽子を深くかぶりまして、シーッ、その話です。それ以上私も何も言えなかった、酔いが覚めてました、私もゆうきさんって押した瞬間に帽子を深くかぶって、シーッって、人間って怖いですね、そんな話です、それはこれは短いです、どんどん説教して、さあ長くちゃ悪いことしました、説教してて悪いことした、それで帽子をかっこくしーし内緒ね、はい、これは短い、ちょっともう短いけど面白い、
だからこれが人間じゃない、まあ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 、ね、人間らしい、ね、いや言いたくなんとかこういうこと言うなよ若い時って、ね、だけど自分は自分で人のことだから、はいはい、人間って適当じゃないですか、その場で、まあまあね、飲んでたら、だから要はバイトを理由に帰るなと、うん、ね、それに言いたかったんですね。いやだけど、ね、私も分かってたんですけどなんか腹が立ったんですよ、そいつの言い方が。だから芸人がバイトしちゃいけないよ、借金しないとって、はいはい、でその当時みんな借金だらけだったんですよ、ね、なるほどね、そういう時代で、はい、カードローンのみんなでそういう時だったんで、なるほど、だけど私はやってました。自分でね、違う、残業までね、そう、いや、その場しといて、それで電車の満員を押してあっ、ゆきさんって言われて帽子かぶってシーッ、電車シャーッてしまってそいつがこういう感じでお前列車だお前役者、うわあんたバイトしてんだろとか押してら、超満員の中山手線回ってきました。名前出しません。これ伝説になっちゃってるっていうことは言われちゃったんで。いやいや、そりゃそうでしょ、それは誰でも言うでしょ、あの人言ってたのに。しまいな、それ私の体こうやって触って満員の邪魔してんじゃねえかよ。バレバレだった。あの芸人に、はい、吉本今年よく所属してんのかなって言ってるわけだからさ、うん、確かに正しいかもしれない。情報が出たかもしれない。もうダメだこりゃ。こんなのが来たら。うーん。取っても売れないだろうってので。全員にならねえだろこの芸人って。そこだと思う。目の前の50万よりは。うん、ね。侍の。侍の。だから栄光をつかめるやつを継ぐ可能性があると思う。それあると思う。あれだけだと思う。確信をついちゃったんだ、思わず。ここ使った方がいいかもしれない。ありがとうございます。またでも本当にやりましょう。はいはい、いや、もうぜひ。またなんか企画立てて。はい、あの、はい、インタレスイングたけし一人だけだとやばいんで、はい、私あの、マネージャーでついてきますんで。はい、わかりました、はい。よろしくお願いいたします。本当、ありがとうございました。ご主人さん、ありがとうございました。皆様方、よろしくお願い、チャンネル登録の方も、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ゆきおのこでした。はい、どうも。ウォンチュー。ウォンチュー。オッケー、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ランクアップ。